お返しエリキ渡した、そのまま流れてチャンス、タイミングアップ、タリージュニオールサントスが先制点です。うまくねキーパーのタイミングを外すことになりましたよね。はい、落ち着いてましたね。そして今日点を取ったジュニオールサントスが9ゴール、今度はどうだ、いやチャンス、そのままマルコ、2点目、いやいやいや、ジュニオールサントス、それをですねことごとくエフマリノスがしっかりボールキープして、ここのシーンもそうですよね、まあ、ラッキーな形で水沼に、これは花道ができた、水沼、あっと相手に当たってゴールイン、3点目横浜 F マリノス。オナエがいいところで落ちてきて受けて、そしてこのスルーパスも良かったと思いますね。ギリギリのところですからね、ディフェンダーにね。エリキ、オナエはどう見た、しかしここは使わず水沼を見ている、シュートだ、ナイスゴール、止まらない横浜、スペースありますから、もう2対2の状況ですからね、カットインしてって、これまたですかね、にはボール入れられないですね。西、一度下がって小川オンサイドで折り返して振り後継、先制神戸、幅を作った上でハーフスペースの奥を小川が取りに行って、ワンタッチクロスで中から入って、瀬古から一味、斉藤光介抜けて一味、あっという間に落ちました横浜 FC。 瀬古バイタルで受けて中に入れて、ワンツーがちょっと相手に当たったんですけども、おお、残した、繋いで安永、安永、横浜 FC 勝ち越し、まあ、これでまあ瀬沼が一度これ出るかなと思ったんですけど、よく粘ってボールを入れたんですよね。これコントロールしたときに、あのニアのアルリーナス、ルーキー田中がつく、折り返した後藤、ファン速攻のシュート、うまい、決まりました、先制点アウェイの清水エスパルス。ワンタッチも来ましたし、後藤選手は時間作りながらいいタイミングで上がってきた、狙いすましましたよね、これは菅根選手どうしようもないというか、ここは取れないでしょうね、うん、落ち着いてきました、タイミングを外して、はい、まあ、動揺はあったと思いますけどね、その中でも押し込んで、まあ、シュートでこの PK を取って、このまま見てますよね、落ち着いて流し込んだこの PK は、右足上げて梅田が出る、いや、よく触ってる、ルーカス、ジェイ、アンデルソン、ロペス、素晴らしい、逆転、まあ、得意の左足にいいコントロールできて、少しバックステップ踏みながら相手も寄せたんですけど、ひくもりから J の前、こぼれた、金ミンテ、移籍、リーグ初得点ですよね、ここの体かぶせてしっかりと浮いちゃうこと結構多いんですよね、これかぶせましたしね、ひくもりへ、中にルーカス入る、そのルーカスで面白い動き、バウドが絞ってきた、上げたぞ、 J の左足、決めた、この裏の取り方、息合ってましたし、難しい体勢でしたけどね、よく戻して、はい、この体、まあ、壁越えて外からこうぐーっと巻いていくようなイメージもあるかもしれないですね、はい、狙った、逆でしたね、決まった、ドチャンドー、チョンソンのランナーで左に決めました、野村、大分先制、36分、見事でしたね、はい、最後は自分のキックに集中してしっかりとコース、ワンタッチで広瀬、レオシルバー前にスペースある、そして裏抜けてファンガラの中折り返し、上田を越えてヘディングシュート、追い込んでくると、ところも遅くなってくるとは思いますし、その中で自分たちが前に進めればと思いますね、ファンガラのボックス入ってシュート、は上田が競ってそこにエベラードが行ったと、またこぼれたところをファン・アラーノが拾う準備をしているというところ、ファン・アラーノにつける、これでカウンターですからね、右に開いているエベラード、早いですね、ファン・アラーノの中に上がっていく、上田が待ってシュートは、
キム・ジョンヤが多少なりともそれが気になったと思うんですよね。その分少し内側に絞った分ここが通ったんじゃないかなと。左ワイドでボールを受けたハチスカ、中に入れてきて長澤のヘッド、3戦連続レースがありましたから、そこで質の高いクロス、長澤がしっかり走り込んで得意のですけどね、ビルドアップのね。ただちょっとこれ浮いてるボールでしたけど、落ち着いてですね、ミートすること、はい、そしてミートして枠に飛ばすことだけ考えたことが結果としていい方向にいったと思いますね。はい、いい角度、そのままシュートか、手に当たった、手その間にゴール、2点目が入りました。トスかね、あちょっと手に当たったような感じも見えますけど、いやもらって戻す、そのポストワーク、これ入れていいと思うんですよね。はい、そうですね。北爪、そしてヘディングシュート、流れとおれんが入って、可能性を残しま す, です、ね。まあ、これもね、長いボール入れてから、そして相手を押し込んでセカンドボール拾って早めのクロスですよね。まあ、オルンがこういうのうまいですな。折り返した、ここでレアンドロ・ペレイラ振り抜いた、先制点は広島。青山選手ワンタッチ、このワンタッチ効きましたね、裏への、はい、東選手のこのワンタッチのボール、まあ、これ処理しづらいボールですけども、このこぼれ球もね、さあここで落ち着かせて中川、しかしボールは名古屋ボール、マテウス右、左足決まった、マテウスの左足。このプレッシャーですよね、名古屋選手たちのね、攻守の切り替えが早くて奪ったボール、マテウスのところにね、巻いてくるボール、ファーサイド、ヘディング、中川に当たってヘディングシュート、決まった、ね、いい入りできた、いいタイミングで飛べた、いいコンタクトができたというところ、こう3つの要素がありましたよね。通算で74試合、前田が飛び出した、前田が飛び出した、横パス、阿部の右足シュート、決まった。最後に決めた阿部はしっかりとコース狙ってしっかりと流し込んだシュート、素晴らしかったですね。右にはシャミエル、左には阿部、自分で持っていってその奥のマティウスを使ったフリーだ、浮かせたボール、シャミエル左足、この奪ったところ素晴らしかったですね。この顔を上げていろんな選択肢を考えたと思うんですけどね、はい、そこ、まあ、マティウスを選んで、マティウスからシャビエルというクロゾーンでガンバー守ります。戻してきましたミドルレンジ、山中裏を取ってトーマス、この牧野レッツ先制、まあ、よくあの速いボールを、しかも浮いてるボールを下に置いたなっていうことと、もちろん抜け出した方のタイミングの取り方も良かったですし、柔らかいボール、パトリックを使ってセカンドボール拾う、宇佐美1対1、少し体から右側にボールが外れたようには感じたんですが、やっぱり振りはコンパクトですし、ヘッド逆転、高尾です。間に入り込んできて、速いボールが上から落ちてきましたから、まあ、確率論ですので、